はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではシンプルに暮らすミニマリストに10の質問ということでインタビューしていきたいと思いますのでお願いします。お願いします。はい、ではまず初めに自己紹介お願いします。はい、ライフスタイルとガジェット系の YouTube を投稿している赤木明と言います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで早速ですね、明さんに10個質問したいと思うんですけども、はい、まず1個目、はい、やりすぎた、調子に乗って手放したものっていうのは何かありますか？これ堂々の第1位なんですけど、はい、冷蔵庫ですね。はい、冷蔵庫手放したんですね。そうですね、はい、これなぜ手放そうと思ったんですか？僕料理が全然できなくて、はい、でかつ仕事柄いろんな人に誘われて夜ご飯食べに行くんですよ。作り置きしたんですけど結局腐らしちゃうみたいなものが多くて。おー、なるほど。で手放したみたいな感じ。そうですね。で実際手放してみて何にも困らない？いや、実はなんですけど夏場に僕手放したんですよ。はい、あー、はいはいはい。そしたらあれなんですよ、カフェラテ飲みたくなるとか。ああ、なるほど。牛乳とか日持ちないじゃないですか。はいはいはい。あと友達がケーキとかタルトを持って遊びに来る時があるんですよ。おお、なるほど。その時にそのホールケーキだったら食べきらなきゃいけないじゃないですか。保存効かないんで。そうですね、夏場だと特にね、はい、冬だったらまだいいかもしれないけど、うん、で、とりあえず、秋冬とかはいいかもしれないけど、今も現在進化系冷蔵庫ないじゃないですか。ないんですよ。そう、どうするのかなと思って。今後多分僕来年の夏には買いますね、絶対に。あ、なるほどなるほど。で買う時なんかこういうの買いたいみたいなのってあったりとかするんですか？できる限り音が静かで、おあとは容量とかはだいぶ少なめでいいかなと思ってるんですよね。なるほど。なんか冷蔵庫だとなんか本当にミニマリストさんで、あまり料理しない方だと、本当ちっちゃいなんかこれぐらいの冷蔵庫、めちゃくちゃコンパクトなやつ使ってる人もいれば、あと我が家だとなんか100リットルぐらいの2段構えの、ありますね。そうで使ってる方もいれば、うん、そう、アキラさんはめちゃくちゃちっちゃいやつ行くのか、はい、通常サイズの一人暮らし用のを買うのか。まさにここに映ってるこれ IKEA のやつなんですけど、はい、うん、これと同じぐらいの大きさぐらいでいいかなっていう。おー、なるほど。を選ぼうかなっていう感じですね。はい、ちなみに色とかデザインとかはどんな感じの？僕の部屋結構白と、はい、あとは木のものが多かったり、うん、ゴールドがちょっとあるんで、はいはいはい、その辺で行くと白ですかね、ホワイトで。なるほど。っていうのを選ぶ。はい、はい、我が家にも無印の白いのありますけど、おもしかしたらそうなるかもしれないと、はい。恐れになるかもしれない。はい、いう感じですね。はい、はい、という感じで他に何か、なんか調子に乗って手放したものとか、手放して後悔したものとかはもうないですか？あとはそれに伴って、冷蔵庫に伴って、はい、一緒に電子レンジと、おあとガスコンロとかは手放しちゃったんですよ。はい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 。もう料理系を全て手放しちゃったんで。 お、なるほど。それで後悔はないですか？いや、たまにありますね。やっぱり外食ばっかりしてると、あ、出費は正直節約にはならないんですよね。その、ああ、まあまあ外食代で加算でみたいな感じで、はい、たまに自炊しないとなって思ったりとかも。いや、ごくごく稀に友達の家行ってごちそうしてもらった時とか、うん、実家に帰って食事食べた時とか、うん、やっぱ人の作るご飯美味しいなっていう。ああ、まあ確かにね。だからじゃあもしかしたら今後コンロとか電子レンジとか買い揃えるかもしれないけど、うん、はい、そうですね、はい、まだまだ今のところはそういう予定もないですか？はい、ですね、今の年内は多分このまま大丈夫かなっていうふうに思ってて、うん、はい、また仕事の様子が変わったりとか。あ、なるほどなるほど。帰ってくる時間とかの波が落ち着いたらひょっとしたら買うかもしれない、はい、とりあえずは今のところ料理しない方向で、はい、行くと、はい、人のご飯を食べます。感じですね。もうそれ以外はもう後悔したものはないかなっていう感じですね。あとは買い戻そうってものは基本的にないです。おお、だから調理器具は正直本当に趣味嗜好だったりとか、その人のライフスタイルによって変わってくるから、はい、片付けをするときは本当慎重になった方がいいかもしれないと。い、忠告レベルですねこれということですね。はい、ということでアキラさんが実際一番調子に乗って手放して後悔したものが冷蔵庫と、はい、どうも、はい、いうことなので、ぜひ皆さんもちょっと慎重にしてほしいなと思います。思います。はい、ということで2つ目の質問なんですけども、はい、捨てると運気が上がると思うものって何かありますか？これは玄関周りのもの全てですね。おお、なるほど。これなぜですか？僕風水とかにあんまりすごい明るいわけじゃないんですけど、うんうん、はい、やっぱり風とかもそうですし、うん、僕ら出入りするじゃないですか、人が、うん、そういうものって滞りがあるとあんまり良くないかなと思って、うん、循環させるためにも、はいはいはい、自分も外で安くてなんかいいものも入ってきそうだなっていうノリで、はいはい、玄関周りはシンプルにしたいなと思います。なるほど。で実際なんか以前にもなんかアキラさんのお部屋とか、もちろん玄関周りもなんかルームツアーして見たんですけども、なんかその玄関作りで特に意識してるなんかポイントとかコツとかってあったりとかはしますか？色をあんまり散りばめないっていう風にしてて。おお、なるほど。例えばほうきとか、うんうん、あとは靴べらとか僕置いてるんですけど、その辺もやっぱり白か木目のものに添えてて。なるほど。でしかも物もなるべく最小限にして、で、あとなんかアキラさんめちゃくちゃ手入れしてません？あ、よく気づいてどこで分かりました？なんかルームツアーした時になんかオレンジのオイル
それこそ機能をそう手入れするやつとか、はい、あとはすごい靴も丁寧になんか手入れしてるなっていうイメージがあったから、うん、なんか手入れするようにもするとなんか運気も上がりそうかなって個人的には思ったりとかもして、うん、ですね、はい、だいぶ手入れオタクかもしれないですね。はい、まあ本当に玄関からね家の顔とも言われてるからそこが綺麗になるとね、はい、あの運気もどんどん上がっていくかなって思ったりとかもするんですけど、実際お部屋すっきりさせて、はい、なんか物が多かった時と比べてだいぶ運気というか、はい、なんか実感は湧いてきましたか？そうですね、やっぱり物がたくさんあると、うん、あの意識が飛び散ったりとか、なるほど、あとはお外出る時にもなんか荷物まとめそろに出るっていう感じだったんですよ、うん、それがなくなったし、あとは靴選びとかももう一瞬でできるんで、うん、あ、なるほどなるほど、フットワークが軽くなりましたね。その分なんかちょっとチャンスつかみやすかったりとか、はい、思考もクリアになって間違いなくありますか、はい、運気が上がっていったかなという感じで、はい、だからまず皆さんが片付けをするとしたら玄関周りをね優先的にやっていくといいかもしれないということですね、うん、おすすめです。はい、ありがとうございます。ということで続いて3つ目の質問なんですけども、はい、少ないもので暮らすコツはありますかということなんですけども、いかがでしょう？はい、ありますね。これ明確にあって、はい、あの新しい使い方っていうのを自分で工夫して考えるっていうのが大事だと思ってます。具体的になんかどういうのってありますか？例えばなんですけど、僕が今使ってる本当はキャッシュレス財布なんですよ、はい、おー、なるほど。アイテムがあって、はいはいはい、これプレッソっていうものなんですけど、これ本当は、開いて、はい、ここにお札を入れて小銭を入れて使うアイテムなんです。なるほど。僕はちょっと変わった使い方してて、はい、名刺入れとして使ってるんですよ。なるほど。ここ名刺入れて、はいはいはい、で真ん中にはあのチケットとか、あとは切符、うん、株主優待のものとか、はいはいはい、入れて、あとはメガネ拭き入れるっていう感じで、お、完全にメーカーの想像とは違う使い方をしてたっていう。はいはいはい、なるほどなるほど。だからなんか本当はこういう目的で使ってほしいっていう商品もちょっと使い方を変えていくとかなり持ち物もスッキリするかなっていう。そうですね。多分なんですけど、はい、今って財布を持って名刺入れを持って、うん、あとは、定期入れを持ってっていう人も多いと思うんですけど、うん、確かにその辺を全部オールインワンに使うとか、あー、なるほど、するとだいぶやっぱ総数は減るので、そういうことですね。だから買い物する時とかもね、なんか多機能なものというか、うん、こういう風に使えるなってちょっと想像性を働かせると、はい、数が減らせるかもしれないっていう感じですね。はい、ありがとうございます。では続いての質問に移っていくんですけども、はい、ミニマリスト生活で一番苦労したことだったり、はい、大変だったことっていうのはありますか？ちょっと生々しいんですけど、はい、これ恋人の理解ですね。お、なるほど。やっぱり大変だった？いや、大変でしたね。お、なんか具体的にどういうところで大変だったとかってありますか？はい、結構向こうの女性が強めな女性だったんで。お、なるほど。僕が例えば家を将来持たないとか、あ、はいはいはい、あとは仕事とかも今個人で働いてるんですけど、いろいろまあ転々と自分のしたいことをするタイプなんですよ。それに対してまあ、ミニマリズム的な考えが、はい、その停止しないってことはその地にずっといる決意が足りないんじゃないかみたいな説教をされるっていうことがあったんですよね。そうか、だから本当そこはねちょっと価値観のすり合わせが難しいなっていう、はい、うん、いや難しいですね。定住しないっていう共通の価値観を持ってる人と一緒に暮らすというか、はい、結婚しないといけないってことですもんね。そうですね。そう、え、なんか、まあ、もうその方が悪く言うつもりはないんですけど、はいはい、なんか今後こういう方がいいなって思うところもあったりとかするんですか？ありますね、はい、やっぱりその僕自体が結構柔らかめなタイプだと思うので、うんうん、なんかそれと近い性質じゃないと合わない気がするんですよ、ね、はいはいはい、なんか自分の考えとかミニマリスト的な考えをわーわー言われるのがちょっといいなっていう。そうですね。あとお互いをなんだろう、はい、そのそういう考え方も面白いねみたいなリスペクトし合えれば、うん、全然ベクトル違ってもいいんだって思うんですけど、はいはい、そこはやっぱ大事だなって思います。そうですね、うん、そうだからミニマリストっていう生き方をしてると本当同居者とかやっぱり周りの家族とか友達からもちょっと理解されづらいのかなと思ったりとかもするんですけど、なんかそのあたりのなんか人間関係とかで工夫してることとか心がけてることってあるのかなと思ったり、はい、僕が基本的にやっぱ否定しないようにしてて。おー、なるほど。やっぱりその環境とか育った境遇も全然違うので、みんな違って当たり前だなと思いながら話を聞くと、はいはいはい、なんかこの人のここはいいけどここはあれかなみたいのもなんか全部受け入れられる気がするんですよ、ね、おー、いいとこ取りしちゃえみたいな。はいはいはい、なるほど。だからアキラさんがなんかご友人の家に遊びに行く時とかも、はい、あとはなんかご友人を家に招く時とかも、うん、なるべく相手を否定しないというか。そうですね、はい、なんかすごいお部屋の友達がたくさんいるんですけど。あ、なるほど、はい、それはそれでも別になんだろう、自分が結構好きなものがたくさんあるし、うん、雑貨屋さんみたいな感じで僕がたまに行く分には楽しいなみたいな、おっていうことですね、はい、あと僕一個ちょっと気になったのは、なんかそのアキラさんがその誰かとまあ同居すると、まあ、ルームメイトでもいいし、はいはい、まあ、彼女さんと同棲するでもいいんですけど、もし仮にそのお相手が物めちゃくちゃ多くて、はい、散らかしがちだったらどうするのかなと思って、はい、僕は
は共有スペースに関しては100歩譲ってなんか汚れててもいいんですけど、はいはい、自分の部屋とか持つ場合はそこになんかいろいろ恋人のものが飛び散ってくるのは、はい、あんまり好きじゃないなってめっちゃ思いますね。だから個人の部屋をちょっと用意したいかなっていう感じ、はい、そう聖域みたいな感じで守る場所を作ります。おなるほど、まあ、共有スペースは最悪ね、はい、散らかってもいいけど、まあ、自分のスペースだけはもう本当に自分だけのプライベート空間作って、はい、そこにはもう入れないと、そうしますっていう感じですね。はい、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ続いての質問に移っていきたいと思うんですけども、あきらさんが最近やめてよかったことっていうのはありますか？はい、長々計画するっていうことを最近やめてよかったなと思います。これはなんでですか？これ、昔読んだ本に書いてあったとこなんですけど、うんうん、あの飛行機あるじゃないですか。はいはいはい。飛行機って、到着する場所は、もちろん東京行きだったら東京に行くの当たり前じゃないですか。うんうんうん、でも、予定通りに航路飛ぶってことほとんどないらしくて。あ、そうなんですね。なんか強風とか、あと雲の流れとかで微調整して、最初の予定よりだいぶ狂うけど結局ゴールは一緒みたいな感じが起こるんで、ってことはなんか僕の仕事とか自分の好きなことやるときに予定立てまくって1ヶ月経ちましたとかもったいないじゃないですか。あ、確かに動いて微調整っていうのが僕のスタイルだなっていう風に気づいたんですよね。なるほどなるほど。だから長期計画を立てたところで、はい、やっぱり少なからずなんか変更があったりとか、はい、そうするからもう細かく長期的な目標は立てない方がいいかなって思ったっていう、そうですね。ざっくりとまあ60までにこうしたいとか50までにこうしたいみたいなのはあるんですけど、そこなんだろう、細かくやって例えば51歳、52歳、53歳みたいなステージ分けしちゃうと僕は合わないなと思います。そうか、それでクリアできなかったらね、はい、ちょっとなんか嫌な感じもするし、うん、まあ、ざっくりとした曖昧な感じでいいのかもしれないですよね、はい、そうですね、僕はそのタイプです、ね、はい、なるほどなるほど。っていうところで最近アキラさんが辞めてよかったのが、はい、長期計画を辞めたと、はい、そうですね、動かないと分かんないで、はい、先に動きますっていうことですね、うん、はい、ありがとうございます。ということで続いてアキラさんに聞きたいのは、はい、最近買って良かったもの、増やして良かったもの、変えたことっていうのをちょっと聞きたくて、はい、はい、このお部屋に来たのが多分数ヶ月ぶりだと思うんです。結構いろいろ変わってると思うんですけど、はい、そうですね、そう、何か買って良かったものとか増やして良かったもの、変えたことってありますか？はい、いくつかあるんですけど、はい、一番は小さいノート僕買ったんですよ最近。これはなぜですか？これは自分でなんかアイディアを出す時とかって、うんうんうん、お風呂入ってる時はまあ書けないからなんですけど、うん、何もしてない時、まあその環境に近いことが多くて、例えばいつ仕事の連絡が入るかわからないとか、うんうんうん、そういう状況でスマホ持ってる時だと意外と降りてこないんですよ。へえ、なるほど。もう手ぶらというかこれだけ持ってその辺散歩するとか、へえ。あと朝の時間僕結構朝ノートって言って、うんうん、自分の考えをなんかバーって頭でできた、もうなんだろう、無秩序な言葉とか単語だけを羅列する、うんうん、おお、なるほど。なんかいわゆるモーニングノート的な、はい、そうですそうです、はいはいはい、やっていくわけですね、うん、はい、それでなんかいろいろアイディアが出てきたりとか、うん、いやだいぶ出ましたね。おお、なるほど。ちなみになんかノートめちゃくちゃおしゃれですけど、こだわりとかはあるんですか？はい、ありますね。これモルバーンっていう滑走路って意味らしいんですけど、はい、僕最近飛行機好きなのかな、なんか話ばっかだな、はいはいはい、これのいいところは、はい、ページの後ろ5ページがクリアファイルになってるんですよ、うん、おー、なるほど。でこれ出張行った時に日ごとに10月1日の領収書、10月2日の領収書って言って、仕分けできるとか。あー、なるほどなるほど。あとこのノートの面白いところが、はい、綺麗に1個切るとペリペリペリってこうやって剥がれて、はいはいはい、で大事なノートのページはここのクリアファイルに保存しておけるっていうような感じで。あー、なるほど。すごい綺麗に切れますね。そうなんですよ。そういうタイプのノートってなんか変になんかノートがよじれたりとかね、はい、穴の部分がとか ありますそうそうそうっていうのがないからいいかもしんない、はい、そうで色合いとかもね、はい、金色とか黄色って創造性の色とも言われてるから。お、そうなんですか？そう、クリエイティブになるっていう、はい、逆に、そうそうそう、だからめちゃくちゃいい色選んだなと思ったりとかはい、いうところで、まあ、小さいノートを買ったと、はい、いうことがじゃあまず一つ目ですね。ですね。他にも何かありますか、買ったもの。いくつかあるんですけど、はい、これはちょっと変わり種というか、皆さんこれ何に見えます？はい、これ僕最初見た時ボタンだと思ったんですけど、ボタンじゃないんですよね。惜しいです、はい、パッと見大体ボタンで、はいはい、実は中にこれコットン押し込ませて、うん、もう綿か、綿ですね、はいはいはい、でここにアロマオイルとか垂らすんですよ、うん、でそうすると結構長続きする香水みたいな姿ができたり、これすごいですよね。これどこにつけるんですか？これ胸ポケのあたりとかにつけたりします。なるほど。でこれワンポイントにもなりますもんね、はい、金色でね。そうですね。パッと見弁護士バッジみたいな感じにそうなるけど仕事できるかも漂わせられるんで、そうそうそう。でしかもいい香りが香るから、はい、めちゃくちゃいいなと思って、うん、はい、これやっぱり買おうと思ったのは、はい、なんか香りによってちょっと刺激を得たいというか、うん、なんだろう、この空間作りというか、なんか、そうですね。やっぱり人と交渉する仕事が僕すごい多くて、それこそ40上の先生方が多いんで、雰囲気
って、洋服とか行動とか言葉でも出ますけど、香りでも作れるんじゃないかなと思ってます、うん、確かに確かに、そういうことですね、はい、香りでも雰囲気を作っていこうと、はい、いうところで買ったわけですね。使いました、はい、ありがとうございます。他にもありますか、はい、おすすめしたいものとか買ってよかったものとか。おすすめしたもの、あ、なんかこれは完全に趣味というか、はいはい、自分の部屋作りなんですけど、うん、葉っぱ葉っぱね葉っぱ、はい、これめちゃくちゃおしゃれだなと。秋っぽいですよね。そうなんですよ、紅葉みたいな感じで。これどこで買ったんですか、はい、これ横浜の植物ショップみたいなところがあって、でそこで買って買いました。鉢みたいなのは、鉢、はい、も同じく横浜のフランフランっていう、これはチェーンのお店なんですけど、すごいおしゃれですね。ゴールドがお好きな感じじゃないですか。ノートもゴールドっぽいし、はい、今そうそう、なんかボタンみたいなやつもゴールドだし、はい、そう、まあ、でもお部屋の雰囲気に合ってますもんね。そうですね、これなんか色彩の友達が言ってたんですけど、はい、あのシルバーとかゴールドって色的には割とどんな色にも合うっぽくて、へ、うん、なるほど、なんかそういうので統一するのもありだったりとかするかもしれないですね。そうですね。ちなみにこの、はい、まあ、植物とかこだわりとかはあったりとかするんですか、こういうものを買うみたいな。ありますね。実はこれラッカー塗装してる植物で、ユキツツジっていうものなんですけど、うんうん、これを赤の塗料を塗ることによってだいぶ長持ちするんですよ。へえ、はい、塗料で塗ってあるわけですか。そうです、紅葉かとやっぱりバッタリ、ね、普通の状態だと枝物って大体本当に2週間とかでへたってきちゃうんですけど、1ヶ月以上置いてるんですけど全然長持ちする。なんか長持ちするやつにしているとかいう感じですね、はい、だから今後もしかしたらまた変わってくるかもしれないですかね、はい、部屋の季節によってちょっと変えようかなと思ってますね。そうだから僕自身もいろんなミニマリストさんのお宅訪問してるけど、はいはい、お部屋がめちゃくちゃおしゃれなのって、はい、もうアキラさんとアイリさん、嬉しい、ちょっと似てるんですよね。なんか雰囲気がね、こういう植物飾ったりとか、そうそう、テイストが似てて、はい、そういいなと思って、うん、っていうところで、まあ、これも一つ買ってよかったっていう感じですね、はい、ですね、はい、他にもなんかチラチラとなんかおしゃれなものとか買ってよかったものがありそうな感じはするんですけど、はい、どうですか。そうですね、例えばなんですけど、はい、この砂時計、はい、買いました最近、はい、これなぜ買ったんでしょう。これ、ポモドーロタイマーっていうなんか仕事術みたいのを友達が教えてくれて、まあ、大体なんか集中力がうまくコントロールするために15分おきに休憩を挟んで、うん、もうちょっとやりたいっていうところで我慢してやると、うんうん、なんか気持ちがいい意味で制御できて。なるほどなるほど。あ、でもこれね、科学的に正しいんですよ。あの、あ、最近そう、はい、あの神時間術っていう本を読んで、ツイッターで書いてましたよね。そう、あの15の倍数で人間って集中するんですよ、はいはい、15の倍数。そうだから本当に英語の通訳とか、はい、あれってもう長時間集中できなくて、はい、めちゃくちゃ集中して持って15分なんですって。そうなんだ。そうで、あとはテレビドラマとか CM 覗くと30分だったりとか、そう、あと45分のドラマがあったりとか、だからあと学校の授業45分授業だったりとか90分授業だったり、全部15分、すごい、全部ですね。そうそうそう、っていうので、はい、そうめちゃくちゃこれ科学的に正しくて、そうで集中力をなんか維持したいとかでこれ買ったみたいな、はい、そうですね。本当はあの例えばスマホとか iPad のタイマーとかでもいいかなと思ったんですけど、僕実は今タケルさんが座ってるサイドの方、うん、こっち側は全部アナログなんですよ。ああ、なるほど。本だったりとかね。そうです、紙の本とか、はいはいはい、あと自分でメモする仕事用のスペースにしてて、そうこっちは完全にもうデジタルを抜いて、うん、デトックス的な感じで使おうかなっていう風にして僕はこれを置いてます。だからもうここに本来ならね、はい、ミニマリスト的な観点で言うと、はい、まあ、時計なんか時間なんかスマホでいいじゃんって思う方いるけど、はい、ここはもうアナログの世界にしたから、はい、そうです、そうです、砂時計にしたということで、はい、なんか良かったこととかありますか。そうですね、やっぱりこっちにいる時はスマホも機内モードにしますし、うん、完全に自分のやりたいことを邪魔されないって言い方があれなんですけど、うん、そういう空間を作ってるんで、なんか集中できる気がしますね。っていうことですね、うん、はい、ありがとうございます。他にも何かちょっと僕気にあれ気になるんですけど、無線充電、はい、はい、これなぜ買ったんでしょう。これは、帰ってきた時に僕音楽がないと結構しんどいタイプなんで、うん、絶対に充電忘れないようにするために AirPods Pro、うん、なるほど、とかもここにポンと置いたり、 Apple Watch ですけど、これもね、やればもう簡単に充電ができるっていう、ね、楽ちんなんですよね。すごくいいですよね。これちなみに最近買ったんですか、うん、ワイヤレス充電って。そうですね、これ1ヶ月ぐらい前に買って、本当最近ですね。これ実際買う前と買った後、はい、なんか違いというか良かったこととかってありますか。はい、充電を忘れないっていうのが一番大きいのと、あとは部屋のやっぱりインテリアとして白じゃないですか。確かにシンプルですよね。コードがね、ごちゃごちゃしないですもんね。もう裏側に隠れてるし、うん、はい、そう何本も配線でね、AirPods Pro 用と、はいはい、Apple Watch 用と、うん、スマホ用とって言ったら、コード3本必要だったりとかするから、もうスパゲッティみたいな。そうそうそう。でもこれがすごいシンプルになっていいなと思ったりとかもしましたね。うん、はい、はい。あとあの丸っこ
いのって何ですか？エコスポットです、はい、これどういうやつなんですか？はい、これはアレクサっていうやつが入ってて、はいはいはい、例えば今の気温とかあと最近のニュースとかを勝手に出してくれるんですよ。ああ、なるほど。これ声とかでなんかシリみたいな感じで反応するってことですか、アレクサで？そうです。例えば7時にアラームかけてとか。ああ、なるほど、はい、っていうことですね、うん、これもすごい買ってよかったかなっていう。よかったですね。はい、感じで、そう、めちゃくちゃなんか空間作りというかお部屋作り、はい、アイテム選びがすごい上手だなと思って。なんか物選びでなんか特に意識してることとかありますか、はい、全体を通して。物選びだと、うん、色味っていうのをやっぱり揃えたいなと思ってるのが一つと、はいはいはい、多機能っていうのを僕選んでるんですよね。例えばこれだったら目覚ましだったら目覚まし1個置くっていう、それ以外の使い方できないじゃないですか。でもこれは勝手にこうやってニュースが出てくるとか、あと明日の天気とかも頼んでもないのに教えてくれるとか、はいはいはい、世界焼いてくれるんですよね。そうか、まあ、時計もね、はい、時間も教えてくれるしニュースも知らせしてくれるしっていうところで、うん、であと充電器で言えばね、はい、いろんなものが電子機器が充電できたりとかっていうところで、まあ、多機能なものを選ぶようにして、まあ、これがある意味また少ないもので暮らす、はい、暮らしにつながってるかもしれないですね。確かにそうかもしれないね。はい、ありがとうございます。ということで続いての質問に移りたいと思います。減らすことで得られたことはありますかということなんですけども、いかがでしょう？大きく2つあって、1つが行動力と、はい、うんうん、もう1つは使命感っていうのが実はあります。おー、なるほど。まず行動力から具体的に聞かせてもらってもいいですか？はいはい、行動力に関しては、はい、自分の持ち物ってこれだよねみたいのをもう定量化というか、うん、コンパクトにしておけば、やっぱりいつどんな誘いがあってもすぐ飛びつけるんですよ。確かに。例えばまさにこの前無人島に、あー、確かに行きましたね。あれ確か3日前だから。そうそう、無人島に行く前にコラボさせていただいて、そういえば徳野さんたちと無人島行くんだけど来ますかって言ったら、もうすぐ行きますみたいなね。そう、やっぱり仕事においても結構ミニマルを思って置いてたんで、うん、その場ですぐ関わりのある先生に電話して、はい、無人島行きたいんですけど、もうすぐ連絡してましたもんね。はい、そうっていうところで、まあ、フットワーク軽くなったりとか行動力が上がるっていうところですごく減らしてよかったと。はいはい、あともう一個使命感っていうのが気になるんですが、これどういうことですか？はい、これ僕の元々の性格なんですけど、本当はゲーム、アニメ、テレビとか大好きなんですよ。おー、なるほど。でも今それの類がほとんどなくて。お、確かに。そうで、そこまで自分の好きなものを取り払ったんだから、うん、自分でなんか生み出したり、仕事頑張らなきゃもったいないだろうっていう使命感が生まれました。これ、あ、なるほど。なんか今まではなんかいわゆるテレビとかで消費行動だけど、はい、今度逆にそういうのがなくなって、はい、生産的な行動が増えてきたみたいな。はい、そう、それがイコールなんか使命感につながってよかったかなっていう感じ。自分の中で好きなものを捨てたんだからこそ頑張った方がいいっていう。でも僕自身も思いますね。テレビも正直、まあ、手放してはないですけど見なくなって、でゲームもしなくなった、音楽とかも聴かなくなった、でそれこそ消費行動なくなって、生産的な行動、それこそ動画作りとかするようになって、それが使命感につながったから、そう、なんかそういう風にね、いらないものを手放していくと使命は見つかるかもしれないっていう感じですね。はい、ありがとうございます。ということで続いての質問、今すぐ捨てた方がいいもの、アキラさんが思う絶対に無駄だと思うもの、不要だと思うものありますか？はい、これはですね、3年間触ってないものは僕絶対捨てた方がいいと思うんですよ。お、なるほど。はい、具体的になんかアキラさんが今まで3年以上使ってなくて捨てたものとかってあったりとかはするんですか？例えばなんですけど、うん、体型に合わなくなった服とか。あー、なるほど。あとは昔の制服とか、確か僕取っといてるタイプだったんですよ。そういうものとかって高校卒業したとか、仕事とかもまあ3年が目処とか言うじゃないですか。その辺で環境が変わるタイミングってまあ3年使われてる。おー、なるほど。まあ確かに確かに。それで使わなかったら、そこはやらないじゃないかなって思って。そうですね。まあ本当に早いスパンだと1年以上使ってないものを手放すっていう基準もあったりとかもするけど、はい、まあ3年でね、大体もう大きく環境って変わるから、アキラさんの場合ももうそれ以上使ってないものは手放した方がいいという感じで。はい、ありがとうございます。ということで続いて9個目の質問なんですけども、アキラさんが思う無駄な支出、お金の使い方っていうのはありますか？はい、ちょっと抽象的な物言いなんですけど、はい、無意識に使うお金っていうのはもう全部無駄だと僕は思ってます。具体的になんかどういうのってありますか？はい、例えば思考停止でなんとなくコンビニに入ったからガムを買うとか。あ、よくありがち。トイレ借りたから買わないかとかあるじゃないですか。人によっては、はいはいはい、それもあれだと思うんですけど。なるほどなるほど。まあ、はっと気づいた時にね、はい、そういうのもやめた方がいいっていうことですね。お金使う時は、なんか未然を切るって言葉があるじゃないですか。まさにそんな感じで、今使ってるなっていうのをなんか噛み締めながら使った方が、僕はもう出てくるお金って減ると思うんですよね。確かに確かに。もう使ってる感覚っていうのが大事ですよね。はい、大事ですね。そう、無意識に使ってると結局なんか管理が甘くなるというか、はい、そうだから、まあ無意識に使ってるお金はちょっとずつ減らしていった方がいいということですね。そうですね。キャッシュレスだからこそ、お金使ってるって感覚は自分で持たないといけないな。確かに。現金だとね、減ってる感覚あるけど、はい、キャッシュレスだとなんか無限に再現なんか使えるみたいになっちゃうから。本当そうなんですよ。そこはもう気をつけた方がいいということで、はい、ありがとうございます。
ということで最後の質問なんですが、はい、絶対にこれだけは捨てられないと思うものってありますか？これだけ物について語っといて、はい、あれなんですけど、実は僕何でも捨てれます。おお、なるほど。大丈夫なんです。一個も実はなくて、へえ。例えばなんですけど、うんうん、もう部屋見てもらうといろいろなんか変わったものがあると思うんですけど、うんうん、Apple Watch も捨てようと思えば捨てれますし、イヤホンも捨ててもいいし、あとはこのカバン僕めちゃめちゃ好きで、うんうん、今2年ぐらい使ってるのかな。おお。っていう愛着持ってるものがあるんですけど、はいはいはい、正直もし何か震災とか起きて使えなくなっても、はいはい、なんだろう、自分でまた選び直せるなというか、再起できるだろうっていう謎の根拠があるんで、すごいですね。全部捨てても家が全焼してもなんとか大丈夫だっていうふうに思ってます。なるほど。もう覚悟を持ってるというかね、もうゼロでも全然生きていける自信があるというか、はい、そうですね。何かしら多分生きていけるんじゃないかなっていうのは思ってます。そう思えるようになった理由って何なんですか？だからそれでこそ僕はもうスマホないと生きていけないって思っちゃったりとかスマホしかないですよ、はい、まあ、最悪ホームレスになっても生きてはいけないけど、なんか物はあった方がいいなって思っちゃう自分もいたんですけど、アキラさんの場合なんかそういう風に思えるなんかきっかけというかあったりとか。僕多分周りの人とかに結構恵まれてたりするのか、見返りを求めないで、なんだろう、物をいただいたりとか、まあ、仕事をもらったりとか、つながりとかに助けられてるんで。徳野さんも同じこと言ってましたね。あ、嬉しいですね周りがやっぱりいざという時助けてくれるっていうところで、まあ、安心感がある、はい、それこそ徳野さんお金に執着してないのもやっぱり周りが助けてくれたりとか、はい、物がなくてもいいのも周りがもらからもらえたりとかね、はい、そうそうするから全然安心できるっていう、なんかアキラさんもそんな感じかなと思って、もう全部なくてもいいと、はい、なんならもう全部手放せるっていうところで、もう特に絶対これだけを捨てられないっていうものはないと、はい、ないです、いうこと。じゃあ逆に、はい、そうは言っても、はい、一番お気に入りなもの、はい、一番お気に入りか、はい、一番はやっぱり今手に持ってるこのカバン半端なく僕好きですね。そのなんかこだわりというか、はい、なぜそれが一番なのかっていうのありますか？これが一番なのは革なんですけど、やっぱり雨にも実は結構強くて、はいはいはい、僕こいつを何回も水没させたんですよ。なるほど、水没させたんですねそうです、はいはいはい、海行った時にもうなんか飲まれたんですよね一緒に。まあ、これ確かなんか東京のなんか駅の近くの、そうだ、竹田の前、そう連れて行ってもらってお買い物というか、そう革のカバン結構いいですよね、はい、そう、これってやっぱりプライベートでもしっかりして見えますし、仕事でも結構高級感のあるような感じで、そう品があるしね、はい、そうなんかできる男感というか仕事ができる感が出てくるから、そういうのも全然ありかなというふうに思いました。はい、はい、ありがとうございます。ということで今回アキラさんに10個の質問ということでさせていただいて、はい、ぜひ共感した部分だったりとか参考になった部分は今日から出ましたからでも実践してほしいなと思います。ということで今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。